just trying to step away, continue to move away, away, away to receive a pass, because my defender is just going to be able to read and learn me as the game progresses. こんにちは、イーフープスです。 NBA スキルコーチのジョーダン・ローリーがオフボール時にどうすればアグレッシブに攻められるかを説明しています。アグレッシブはフィジカルの使い方と思うとイメージがつきやすいかもしれません。アグレッシブに関する動画は全部で3つあります。ドライブ時、オフボール時、ディフェンス時です。次回はディフェンス時に関しての動画になります。誠に恐れ入りますが、動画作成の大きな励みになりますので、もし本動画がお気に召しましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をどうかよろしくお願いいたします。それでは見てみましょう。 Point number two, or skill set number two, in order to be more aggressive is finding your defender first when you're playing off the ball. So if I'm one pass away, say the ball is at top and I'm here and Casey is guarding me in a denied position, I'm not just going to stand here. What I don't want to do is I don't want to get be known throughout the game as just trying to step away, continue to move away, away, away to receive a pass, because my defender is just going to be able to read and learn me as the game progresses. So what I want to do, and I want to establish this very early on in the game, is I want to engage. I want to hit first. So if I'm off ball, I'm getting into my defender's lap. I'm doing a good job of stepping in between his legs, because for any player, man or woman, nobody wants to be crowded like that. Nobody wants to be invaded like that. So I'll step in between legs. I'll get a nice shoulder to create that contact, and then I'll bounce out to get my catch. レベルが上がってくると、普通に V カットした程度では安全にボールをもらうことが難しくなります。ディフェンスの敏捷性が高くなり、ちょっと押し込んだ程度のスペースではスティールされることも珍しくありません。またバックドアカットを狙ったとしても、絶妙な距離感で守られれば成功させることは難しいです。このような時、ジョーダン・ローリーが言っている通り、自らコンタクトしに行き、ディフェンスの懐に入り込んでディフェンスを牽制することは、いわゆる駆け引きにおいてとても重要なことです。しっかりとコンタクトすることによって安全にパスが受けられるようになり、またディフェンスが向きになって過剰なディナイをしてくるようになれば、カッティングも有効になってきます。なお、ファールについてですが、 JBA 日本バスケットボール協会が出しているプレイコーリングガイドラインに、コンタクトがあった場合でもファールを課さない場合があることがきちんと明記されています。コンタクトがあっても、どちらのプレイヤーにもそのコンタクトの責任がないときは、そのコンタクトは合法と判断してファールは吹かれません。どちらかのプレイヤーにそのコンタクトの責任があっても、つまりどちらかが違法なときでも相手のプレーに影響を及ぼさないときはファールは吹かれません。つまり合法な範囲でのコンタクトはファールではなく、たとえどちらかが違法な範囲でのコンタクトであっても、プレーに影響を及ぼさないのであればファールは吹かれないとなっています。コンタクトを過剰に嫌がる方は、コンタクトはただ審判に見逃されているだけで、ルール上は本来全てファールなはずという誤った認識がある場合があります。しかしながら、しっかりと明文化されている通り、コンタクトそのものは決して違法ではありません。正しい方法によるコンタクトは、ルール上でしっかりと認められたバスケットボールのプレーの一つです。コンタクトを使える、フィジカルを有効に使えるということは、バスケットボールの大事なスキルの一つです。なお、 V カットの時もシリンダーを越えてあからさまに腕で押したり、タックルのような感じで押してしまったら、もちろんファールになりますが、基本的にはたとえ腕を使ったとしても、巻いたりするなどのイリーガルな使い方をせずに、シリンダー内で正当な使い方であれば合法の範囲です。ただ、いわゆる勝負することが上手な選手は、合法と違法のスレスレの部分をついて、うまい腕の使い方をする選手もいます。賛否両論あると思いますが、レベルが上がれば上がるほど、勝つことに貪欲な選手も増えてきて、審判との駆け引きという部分も大事な要素になってきます。このあたりのルールの詳細については、JBA のウェブサイトから、競技規則の全文やプレーコーリングガイドラインなどを誰でも無料で読むことができます。ルールについて曖昧な場合は、目を通しておくとよりプレーの理解が深まると思いますので、ご参考までに概要欄にリンクを貼っておきます。
またドライブ時と重複になりますが、このようなコンタクトプレーが増えるとイラついて威圧したり暴言を吐いてくる選手も出てくるかもしれませんが、決してめげずに強い気持ちを持ってプレーするようにしましょう。And it doesn't necessarily need to be this V cut. A lot of times, say if we're in corner, I'll be walking away or I'll give a little seal. I'll just show my butt into him and I'll walk out and I won't even be part of the play. I'm just going to do that action to get him conscientious that I'm in business, that I'm aggressive, that he better watch out for me. Okay, so it's really important to make sure that you understand when you're off ball, don't just move toward ball.Not every time, of course, different situations will occur where you can, but we want to be able to establish that contact early on. It's going to help you with becoming aggressive. Yeah.